どうも、そんなにそうです。ということで、今回はなんか、乃木坂工事中の、ブルーレイがね、発売されるんじゃないかみたいな噂が、でまくりんぐりんぐしちゃってるんで、まあ、ちょっとだけね、本当にこの小指の先に触れるか触れないかギリギリぐらいの感じで、触れていきたいと思います。で、まあ、この情報っていうのはね、まあもちろん噂なので、公式からの情報じゃないんで、公式からの情報じゃないなら動画にすんなとかね、僕は、公式情報しか、愛せませんっていう人とかね、もうこの動画閉じて、高評価押して、もう一回再生してもらえればいいんで、よろしくお願いします。この乃木坂工事中のまあブルーレイっていうのは結構前からやっぱり発売されるんじゃないかみたいな噂はあったりとか、ぜひ発売してほしいっていう意見もたくさんあったりとかしたと思うんですけど、じゃあ今回はなんでそんな前からね、結構噂になってるものを動画にしたかというと、なのと写真というか画像がね出回ってるんですよね。まあその写真画像がどういうのかっていうと、まあ多分乃木坂のファンの人だと思うんだけど、どっかのミュージックショップのその乃木坂工事中ブルーレイが出るっていうチラシというか、そのいう紙を持った写真っていうのが出回ってるんですよ。でまあその紙に書いてあった内容っていうのがこんな感じなんですけど、これは僕がね36時間かけて作った画像なんですけど、11月6日発売っていうもう日付まで分かっちゃってるっていう感じで、でまあメンバーがおすすめの回をセレクトし収録っていう感じで、まあ多分この感じからすると推しどこと同じような感じで、それのまあ乃木坂工事中バーみたいな感じになると思うんですが、ががのがの次はぎ、これ4タイトルって書いてある。でまあここにね書かれてるメンバーっていうのが、真夏さん、まいやん、マチュー、かずみんっていうこの4人なんですよね。これはむむむっていう感じで、もっと出してよくないって感じで、まあ作るの大変なのかもしれないけど、まあやっぱり買うとなったらそれはもちろん全部欲しいけど、まあどれか買うってなったらやっぱり絶対自分の推しのメンバーのが欲しいじゃないですか。なんで全員っていうのはなかなかやっぱ厳しいと思うんで、10タイプ15タイプぐらいあったらいいなみたいなね。まあでもこれはただの噂に過ぎませんぞいという感じなんで、まあ11月6日発売っていうのが本当なんだったら、まあそろそろもうね公式からの情報出てもおかしくないと思うんで、まああとは公式からの情報を待ってちょということで、今回これで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。